40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。呪いオーブポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。サイバルワードゾッとする話。やってました。今日もセイさんにゾッとする話を話してもらうんすよ。お願いします。まあ、前回3万いったらもうすぐやりますって言って、はいはい、1ヶ月以内にやんなかったらスイッチ買ってきてリスナーさんの家にプレゼントしに行くと。はい、やりましたね。やりました、はい、それだけは避けなくてはならない。急ピッチで怖い話を集めてまいりました。3万5000円ぐらいまでいってるんですね。いやもうすごい半端なかったね。いつもご用意ありがとうございます。ありがとうございます。来たー。それでは一つ目のお話です。はい、将来の結婚、将来の結婚相手っていう話です。おー、25歳、独身。その人の夢、夢っていうかもう悩みが結婚できないんじゃないか。あー、わかるわ。友達にね、相談したところ占いみたいな、まあその占いをね、やってみようというこ、はい、となりました。その占いがですね、はい、洗面台にさ、水をバーって溜めて、カミソリを口に加えて、深夜12時に覗くと、将来の結婚相手が映るっていう。なんだ、怪しい。準備して、まあ、12時になったので、カミソリを持ってこう、覗いたところ、女優かってぐらいね、綺麗な女の人が映ったんですよ。いいな、最高やん。これが結婚相手なのかと。なんて興奮して、興奮しすぎて、口からカミソリ落としたんです。ああ、そしたらポチャーンって水が波紋を呼ぶじゃないですか。その時に、徐々に落としたところから赤いものが出てきて、で、気づいたらもう血のような色で真っ赤になって。うわっ、何それ、何これ。まあでもこれが結婚相手なのかなと思って。5年後ですよ、なんと婚約者がもういるんですね。婚約者がもういるんですね。いるんですね。いるんですね。その婚約者がなんとその白い洗面台に映ってたあの人とまためちゃくちゃ似てるんですよ。でもなんかもう3年ぐらい一緒にいたんだけど、いつも気になることがあって、この顔の左半分ぐらいが髪で隠れてる。でもいろんな事情あるでしょうと、コンプレックスなのかとか、まあ、いろいろ思って聞かなかったんですけど、まあ、ある日ね、記念日がありまして、酒に酔って酔った勢いで、左いつも隠してるけどなんかあったの、見してよ。え、いいよって見してくれて、テープみたいので隠れてるんですよ。それどうしたのと、いやちょっと5年前に顔をちょっと怪我しちゃってって言われて、えみたいな、何やられたのって言って、お前だ。よくある新手のジャブのやつです。お前だのパターン。お前だシリーズいろいろ僕知ってるけど、このシリーズ初めて知ったんで、まあ、お話しした。おーお前だシリーズっていうこれ。まあでもこれでちょっとね、皆さん温まったことでしょう。はい、はい、いやいいね、ドキッとするでしょ。今日もいいわ。ここから徐々にヒートアップさせていただきます。うわー、来たよー。2つ目のお話です。うい、はい、スマイルマーク。午前4時ぐらいにドンということで目が覚めまして、3秒期ぐらいにドン、ドンって玄関を叩かれてるんです。うわ、まあ、明らかにずっと叩かれてるので、さすがに行かなきゃいけないと思って、人だったらどうしよう、見に行こうと思って、まあ、スリッパ履いて行きました。スリッパ履いたら足音出るやん。その足音が聞こえたのか、感覚がドン、うわ、ドン、速くなってきて、えやべえぞとなって、恐る恐るドアまで行きました。玄関手前まで行った瞬間にそのピタッと止まって、うん、覗いたんですけど誰もいないんです。あ、いないの。子供のいたずらかなとかいろいろ思って戻ったんです。そしたらドンドンドンってまた音がしました。うわ、2セット目か。これまずいと思って辺りを見渡したら、玄関と逆方向に窓があるんですけど、その窓に誰かが書いたようなスマイルマークがある。うわ、なんかやだな。窓に書いてあって、そのマークがこっちを見ている。これは本当に確実にまずいということで、窓を開けて、はい、ガンダッシュで近所の家に駆け込んだんです。近所の方が抱きしめてくれて、まあ、いろいろ話を聞いてくれるんですけど、やっぱ一向にね、不安は取れないんですよ。で、警察を呼んでもらって、警察が来ました。で、調査してもらったところ、家には誰もいなかったと。
いないんだね。姉妹には疲れてると思いますんで、しっかり寝てくださいみたいな、こっちがおかしいみたいな幻覚見てると思われたんだ。そう、扱いを受けまして、その日はそのまま帰りまして、ニコちゃんマークももう消えてたんですよ。あ、消えてた。本当に自分がおかしかったのかもなみたいなことも思いつつも、でもやっぱちょっと怖いので監視カメラをもうすぐつけまして、うん、監視カメラあるから安心してね、爆睡できて、まあ次の日起きまして、で監視カメラ見ました、うん、でもちろん何もないです。あ、何もなかった、よかったよかった。ただ午前3時ここから異変が起きます。自分のベッドの下から人がね、這いずり出して、そこにいた。で30分ほどこう自分寝てるところを見つめてるんですよ。そのままこうちょこちょこ歩いて、今度監視カメラもう見てるんですよ。もう気づいてるんだ。監視カメラに気づいてて、カメラに向かってこう、うわー、やだ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 、めちゃくちゃ見てるんですよ、こう、はい、カメラを。うわー、やだ、怖い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 。最終的にカメラに向かってで、まぶりに笑みを浮かせました。マジで頭おかしいやつ。数分後、カメラを消す自分の姿が映っているんですよ。え、だってそうだよね、だってずっとベッドの下にいるんじゃないのって。あとは皆さんのご想像したい。うわー、それやん。まだベッドの下にいるんです。やばいやばいやばいやば。下にいたからもうカメラとかつけてることも分かってたし、確かにね、もう本当にイカれたやつが知ってますよみたいな笑顔を浮かべてたんです。まだまだ序の口です。マジか。やっぱ高評価3万もいただいてしまって、俗はこんだけ愛されてたら僕も中途半端ならもう話せないな。確かに。3つ目に参りましょう。よっしゃ、はい、プロカメラマン。もうちょっとあるね、カメラマンの方がいまして、モデルさんを撮りに南アフリカの方に行って、うん、綺麗な湖とね、断崖絶壁の崖があると崖ね、そこで撮ろうってなりまして、そのモデルさんと撮ろうとしたんですね。そしたらね、撮ってたらファインダー越しに崖から人が落ちてくるのが見えて、映っちゃって、落ちるとこもう連写してたんで撮れてるんですよ、はい、あ、やばいってなって、警察に電話するじゃないですか。で、警察来てもらったんですけど、その人助かんなくて、結局は。でも撮影はもうできないと、警察もうじゃうじゃいるし、一旦やめましょうとなって、別日になろうってことでもう帰ったんですね。で、その、まあ、モデルの方の、まあ、事務所のマネージャーとかいるじゃないですか。でいつまでになってもその写真が上がってこないんで、警察来る前に撮ったやつだったらもう撮れるじゃないですか。ああ、そっか。写真集だったので、ね、もう期日が迫ってるんで、しびれを切らしても早くよこせと。カメラマンに電話したところ、この話はなかったことにしよう。え？重苦しい雰囲気で、なしにできるわけないだろうと。南アフリカまでわざわざ行って、何もできませんでしたら済むわけないと。でも、いや、俺はもう降りたいみたいな。そこまで。もう相当病んでる。まあでも、もらわないわけにいかないので、しびれを切らして、そいつの家に押しかけて、出てこい。しぶしぶね、もう出てきた瞬間、もう顔がもう真っ青なんですよ。なんで？もうそのカメラマンがくたびれてて、いや、本当に見るのかって。俺はどうなっても知らないぞと。告げて渡されまして、そしたら、ね、写真があるじゃないですか。モデルの人撮ってます。崖と海に映ってます。もう何枚も写真あるから、こう、ポーポーって見てて、何の問題もないんですよ。そしたら、まあ、途中から、まあ、手が止まって、それがやっぱりその落ちていくとか映っているやつだったんですけど、これ何が怖いかっていうと、最後の1枚でなんとですよ、湖から手がバババババって、待っているかのように手がガンガン出てるんですけど、それよりもカメラマンが病んでしまった理由っていうのが、落ちる前にずっと体育座りでこっちを見てた。気持ち悪っ。よく見ると最初の何の問題もないと思ったやつから全部見てる。全部映っちゃってる。せいさん、はい、おしゃれせここへ来ました。いざ、ちょっとさ、叩いてくんないかな、砂が。なんかやばいよね、顔やばいよ、肩動かないんだけど。え、やり方が、え、今も、うん、ほんと、気持ち悪い。え、なんで、なんかわからん、めっちゃ重い。え、なんかさっきからずっとこっち向いてんだよ、俺の方向いてて。大丈夫、ちょっと顔色やばかったよ。うん、あ、もう大丈夫、大丈夫、いける、大丈夫。やばかった。え、やばい、何、怖い。一番の続行が一番続行してるよ、今。安心してください、皆さん。急ピッチですから、3つで行こうかと思いましたけれども。まだあります。あんの、そんな素晴らしい。あ、今日いいね。これが今回で、11回の続行で一番ゾッとするお話。うわ、窓の男。大学生ぐらいのものです。まぁ、あ、ちょっと引っ越してきまして、
まあ、ある日掃除なんかしてたら、まあ、窓見るでしょ。窓見たら向かいのアパートの下の階の窓から男がこう見てるんですよ。もうストーカーっぽいやんけ。カーテンの隙間から見てるし、まあ、でも偶然だということで、まあ、バー閉めまして、次の日もねまた見てみたんです。見てるんですよ、ずっと。やべえやつだ。ずっと見てるなんてやばくねえかって。ちょっとやっぱり怖くなって、その窓をもう開けることやめて、しばらく10日ぐらい経ってちょっとやっぱ気になっちゃって、ちょっとだけ開けてみたら窓も、なんなの窓見てて、何それ。なんか怖すぎて警察呼んだんですよ。危ないんじゃないかな。で警察呼びまして、警察がその家行きました。そしたらまあ一旦窓がバサッて開いて、その後バーって閉まって、警察の人がもう閉めてくれたんですよ。でもその女の子は見逃していませんでした。首吊り自殺していた男の人がこちらを見ていた。自殺のしたところがたまたまもうそこだったから、もうずっともう目動いてないですよ。そういうこと。もうずーっと見て動いてない。たまたまそれが自分の部屋を見ていた。当事者だったらどうするんだろう。目やったと思った人がお前どうです、どうです、どうです。これが続行でございます。これやばいわ、心臓がしんどい。これやばいわ、今回もゾッとして楽しんでくれたでしょうか。いやもうやばいわ、最高でしょ。4万とか別に言いません。今回も3万の高評価をいただければ、また1ヶ月以内に続行は急ピッチで進めていきますので、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも見てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。一個だけおまじない教えてあげましょう。おまじない、手出してみて。ここに線がある人って絶対大丈夫だって。これ霊に悪いことされない人らしい。俺の、うん、ここ、うん、もうええねんそれ。もう何回やんだよそれ。もう婚約者がもういるんですね。いるんですね。